パスファブチャンネルへようこそ。今回は Windows 10で重複ファイルを削除する方法をご紹介します。パスファブデュプリケートファイルデリーターを使えば、重複ファイルや類似の画像を素早く検出し、ワンクリックで削除できます。ソフトのダウンロードは YouTube の画面下にあるリンクから行ってください。インストールしたパスファブデュプリケートファイルデリーターを開き、重複をスキャンしたいフォルダを追加します。青いボタンをクリックすると、全く同じコンテンツの重複ファイルが、緑のボタンを押すと類似画像がスキャンできます。追加したフォルダはインターフェースの左側に表示されます。ファイルをスキャンする前に、下部にある歯車マークをクリックするとスキャンモードが設定できます。こちらは3つのモードに分かれていて、全般的ではファイルサイズや削除方法が選べます。スキャンしないフォルダはここでチェックを入れてください。重複ファイルでは重複の性質とタイプを選択します。スキャンモードの設定が終わり、重複アイテムをスキャンをクリックするとスキャンを開始します。スキャンプロセスが終了するまでしばらくお待ちください。また、スキャンを停止したい場合は、右下のスキャンを停止をクリックしてください。スキャンが完了しました。左側の各項目をクリックすると、右側に重複ファイルが表示されます。ファイル名をクリックすると、プレビュー画面が表示されます。こちらは動画の一覧です。オーディオもこのように一覧でチェックすることができます。自動選択をクリックすると、すべての重複ファイルが選択されます。それぞれ一つのファイルだけが残り、そのファイルの重複画像や重複音声などが削除されます。ファイルを選択したら右下の削除ボタンをクリックします。注意事項をご確認の上、はいを押してください。重複ファイルを削除しています。これで重複削除が完了しました。大幅にスペースを節約することができました。ご視聴ありがとうございました。お役立ち情報を見逃さないように、ぜひチャンネル登録お願いします。